若の里は3場所ぶりの幕内、上位復帰を目指します。おつけを生かしたい栃の花、四つ相撲同士の対戦です。物差しを狙う若の里、栃の花左からの厳しい攻め、左四つ上手を切りました若の里。共に上手は取れないで強引に小手投げ、若の里白星のスタート。すっぽ抜けましたが、最後はこう背中でグッと押すようにして相手を倒しました。初土俵から13場所でのスピード出世を果たしました。立ち合いから一気に攻める相撲で目標は2桁という栃王山。張って右四つついていく、寄り切りました、栃王山の勝ち。新入幕栃王山、見事な相撲で白星スタートです。来日中のグルジア大統領が観戦している前での相撲、国会一段と気合が入ります。突き起こす国会、左を刺した。国会右の上手、国会がいい体勢を作りますが、ロホが左から起こして出ます。上手投げ、強引すぎる上手投げ、寄り切りました。国会の勝ち、気迫十分。大統領の前で力強い相撲を見せました国会です。対戦成績は23対4と海王が圧倒していますが、先場所は旭天鵬が寄り切りで勝っています。左四つ物差し一気に出ました、海王寄り切り。海王も素晴らしい相撲です。同時に新入幕を果たした2人、長身琴欧州の懐に入って攻めたいというのが豊ノ島です。張って右の上手、もろ差し豊ノ島、下手投げ、豊ノ島の勝ち。大関としては投げの打ち合いになったというイメージがあったかもしれませんが、投げたのは豊ノ島、完全に大関琴欧州ひっくり返りました。5場所ぶりに平幕に下がった稀勢の里、白鵬がこの対戦2連勝して対戦成績は2対2の五分に戻しています。左四つ稀勢の里の体勢、右の上手も稀勢の里巻き替えた、白鵬突き落とし、稀勢の里の勝ち、白鵬敗れました。四つに組んでもしぶとい時天空、低い当たり、左四つ回り込む、後ろについた、後ろについた、後ろについた、さあ後ろにつきました。絶好の絶好のチャンスを迎えた時天空。さあ横綱どうする、朝青龍ここから早く攻めたい、引き付けた、引き付けた、送り通し、時天空の勝ち。入門から3年目、対する稀勢の里は20歳、この両者の初めての対戦です。上がった、
踏み込みは稀勢の里です。大間所は下がらない。例によって左足を前に踏み込みながら顎を引いています。起こしたい稀勢の里ですが、なかなか大間所起きない。押し込んだ、しのいだ大間所、いい相撲になってきました。互いにまだ回しは取れませんが、ここで左四つ、あっと回り込んだ、豊真将の勝ち。初対決は豊真将の勝ちです。激しい突っ張りが持ち味の千代大海、前頭2枚目の朝関龍との対戦です。さあ今日その細かい突っ張り、一気に攻め切りました千代大海の勝ち。これが千代大海の相撲です。天空の対戦です。初日黒星だった白鵬の2日目です。突っ張りから攻めようという白鵬です。時天空も最近突っ張ります。あ、これは白鵬の四つです。十分の上手、寄り切り、白鵬の勝ち。白鵬も勝って昨日敗れた三大関は全て今日勝ちました。ちょっと朝青龍の足元がたついている。雅山の攻め、平成16年の秋場所以来の朝青龍戦の白星。この朝青龍の表情です。白鵬は2日目と時天空、この3日目雅山と横綱を破った力士との対戦が続きます。回しが取れない。白鵬は見ながら回しを狙う、前に出る。ここから雅山がつく、土俵際のいなしもある雅山、それを分かっています白鵬。白鵬はしっかり回しを引きたいところです。押し合いになっています。雅山出る、あっと両者が同時に倒れた。軍配は白鵬ですが、物いい、すぐに物いい。いやいや、なんと両者が離れ合いながら同時、ほぼ同時に見えました。土俵中央で白鵬が右に、雅山は左に倒れていきましたが、協議の結果同体、取り直しとなりました。館内が沸いた中での取り直しの一番です。張っていく、回しはどうだ、まだ取れない、いなした、押し出し、白鵬の勝ち。しかし今日も回しは手がかかりません。この辺りは大関の意地、負けるわけにはいきません。8回目のカド番で迎えたこの春場所です。腰が入ってしまった馬です。よく見ている。おっと、さあ今度は馬が何かできるか。馬上手、ここから技もあります。馬左
左膝で支えるコチアズマです。足を飛ばした、上手を引いた、コチアズマ寄る、コチアズマ厳しい寄り、寄り倒し、コチアズマの勝ち。コチアズマ3連勝。過去3度の対戦はいずれもこちら海王が勝っています。初日横綱を倒している時天空、踏み込み海王ですが、それをいのしました。押し出し時天空の勝ち。海王連敗、昨日今日と海王連敗です。2年前の秋、普天王新三役の場所の初日に普天王がこの横綱を破っています。左四つだ、上手朝青龍、寄る、寄り切りました。朝青龍の勝ち。今日は立ち合いの鋭さ戻ってきました。朝青龍、これが朝青龍の相撲だ。立ち合いからの踏み込み鋭さ、一気の攻め。左上手を取って十分のロフォーの対戦です。ロフォーは上手、いい位置を取っている。左四つ、ロフォーが攻め、おっと上手投げ、高見盛り逆転。過去3度対戦があっていずれも白鵬が勝っています。アマは4日連続の大関戦、5日目は横綱戦が待っています。もろ手突きのアマ、白鵬も突っ張り返す。回しにはこだわらない、押し合いです。白鵬は回しはまだ、相手のカイナを手繰る。白鵬はまだ回しを取れません。アマにも回しを与えません。攻め込んでいるのは白鵬、落ちない山、おっと残った、どうだ、押し出し、白鵬の勝ち。山もよく粘りましたが及びませんでした。痛めている左膝を打ちつけて痛みが残ったまま土俵に上がっています。両者3戦3勝です。踏み込んだ栃東、琴美月は右は十分使えない。栃東の攻めだ、琴美月は応戦、いなす、栃東でいい攻めだ、押し出し、栃東4連勝。厳しい攻め、大関の力を見せました。厳しい土俵が続く中で初日から4連勝栃東。新関脇の琴奨菊は初日からの3連覇、まだ白星がありません。4日目はふるさとの先輩海王との対戦です。左四つだ、海王が前に出る、琴奨菊が追っつけ、巻き替えを狙う、海王許しません。琴奨菊が上手、もろ差しになった、寄り切り、琴奨菊の勝ち。引いたところを一気に出ました。琴奨菊が初白星、海王敗れて3敗目。3日目は厳しい相撲で初白星の朝青龍、豊ノ島との対戦です。中に入った、左が入った、もろ差しだ、もろ差し、決めていく、横綱決める、横綱が出る、豊ノ島出める、朝青龍の勝ち。中に入っても慌てません。若手の挑戦を退けた横綱、勝って2勝2敗。
初日朝青龍を破った時天空です。低い栃東、気を伺う時天空、崩した栃東、左からの攻め、両回し時天空の右足ですが、出し投げ、上手出し投げ、栃東の勝ち。初日から6連勝です。192センチで154キロです。新関脇の琴奨菊との対戦です。まだ得意のガブリ寄りが出ません。琴奨菊張り差しに行った白鵬、突っ張ります。叩いた、叩き込み、白鵬勝ちました。これが30回目の対戦となります。頭が上がりました。得点法が上手を取れるかどうか、与えない朝青龍、切り返す朝青龍の勝ち。動きが戻りました。4勝2敗です。安美錦に対してはこのところ10連敗中です。安美錦巻き替える高見盛り。安美錦上手、なんとかしようという高見盛り。観客の声援が後押しします。今場所は痛めている左足から踏み込んで前に出ています。このあたりのさばきがうまい。一方的になってしまった栃東、7連勝。踏み込んではいきましたが、下から来たのは栃東7連勝で角番脱出まであと1番です。ここ2場所は琴欧州が連敗中です。突っ張り合いを時天空が制しています。今場所も突っ張っていく、中に入った時天空、中に入った。さあここからどうする、2枚蹴り気味です。時天空の勝ち。足技出ました。時天空これで対琴欧州戦3連勝。2枚蹴りの足のかかり方がずっと下の方でしたけれども、見事に大きな琴欧州が大木が倒れていくようになぎ倒しました。時天空白鵬もろ差しになれば豊ノ島にも期待できます。もろ差しを狙う豊ノ島、白鵬はそれを許さない。かぐる、今日も白鵬はまわしは取れない。ちょっと見てしまった、残りました。豊ノ島よく残った。しかしここで回し寄り切りました。白鵬の勝ち。ただ今日も苦労しました。豊ノ島が大前線、よく頑張りました。館内の手拍子、拍手、そしてこの歓声。場所前の稽古では春日王が横綱に善戦したこともあります。もろ差し、横綱もろ差し、すくい投げ、朝青龍の勝ち。春
素顔を右が入らず左右の小手投げもそれに行く糸間を与えませんでした。横綱のスピード、春日王の対戦です。前回し、今日は白鵬の体勢、早い攻めでした。白鵬完勝です。7勝1敗。今場所初めて立ち合い、あの左の前回しです。低い体勢は栃東、まだ回しは与えていません。問題はここからの攻めです。前回しを探っています。これで琴欧州にも下手を与えます。栃東が頭をつける体勢、上手は与えていません。今琴欧州もここは守りです。一枚回しが少し伸びてきました。琴欧州もまた長身を低くしました。つけながら上手を探っている琴欧州、ちょっと上手が近く見えてきました。琴欧州左押っつけて琴欧州が攻めて諸差し寄り倒し、琴欧州の勝ち。膝が大丈夫でしょうか。栃東上から覆いかぶさりました。栃東一敗です。ちょっと膝も気にしている栃東ですが、最後は諸差しの体勢で寄り倒し、これで幕内も全勝が消えました。ちょっと激しくなりましたが、送り投げ、朝青龍の勝ち。朝青龍勝って6勝2敗。激しい動きでした。途中からもう突っ張りが出ました。そして最後は後ろにつきました。気合がまだ飛ばしています。初日琴欧州に勝った豊ノ島、千代大海の突っ張りはどうしのぐか。優勝争いに残るにはもう負けられない千代大海。下がらない、ついていく、押し出し、豊ノ島の勝ち。千代大海に勝ちました。大関を破って白星先行の豊ノ島。左上手を引きました。白鵬右四つ左上手、完全な形になりました。上手を切りに行く栃東、栃東は上手を引きました。ただ栃東の上手は伸びてきています。白鵬が寄る、白鵬が寄る、上手投げ、寄る、寄り切り、白鵬単独トップ。2日目からの8連勝で勝ち越しを決めました。栃東敗れて7連勝の後2連敗で、やや左足をかばうような動きで今下がっていきました。琴欧州は中日、栃東に右四つから寄り倒しで勝っています。押していく、小手に巻いた小手投げ、そこに寄っていく、寄り切り、琴欧州の勝ち。この小手投げは十分に警戒していました。ちょっと肘が決められてしまいましたが、琴欧州の勝ち。6勝3敗です。海洋を破れて4勝5敗と苦しくなっています。横綱がもろ差しだ、小手投げ、横綱もろ差し、
すり上げる、すくい投げ横綱朝青龍の勝ち。2敗を守りました。ややじっくり攻めた今日の横綱ですが、栃乃花はここ4日間は左四つ右上手を引く内容が目立ちます。時津海は右の下手を引けば十分です。右を差しました。左の上手は栃乃花、栃乃花が先に上手、時津海は右の下手いいところを持っていて、その下手投げ、時津海の勝ちです。海洋勝てば幕内684勝、単独6位となります。白鵬は今場所突っ張りもよく見せています。突っ張ります。白鵬右四つ左の上手、白鵬がいい体勢を作りました。1敗を守りました白鵬、単独トップで明日からの終盤戦に向かいます。今場所は海洋に勝っている春日王、土地東不用意に出ると右からの投げ技が待っています。左の上手を取りに行きました。土地東出し投げ、勝ち越しました。土地東苦しい春、カド番脱出。舞の海さん、ほっとしたでしょうね。はい、そうですね。勝てば2度目の優勝に向けて弾みがつきそうです。琴光喜、立ち直ってきた横綱、琴光喜の右差しをどう封じていくか。右が入る、いなす、後ろにつか、足を取りに行く、振り向いた、振り向いた、琴光喜振り向きました。琴光喜右を差した。さあ右から起こせるか琴光喜。この手首振りほどきたいですね。横綱は内無双に行く、さらに出る、琴光喜出る、琴光喜出る、左から突き落とし、朝青龍の勝ち。朝青龍勝ち越し、2敗を守りました。琴光喜善戦しましたが3敗。出足勝負の出島、左差し右上手を狙う普天王、踏み込み出島、左四つしのぐ普天王、寄り切り出島の勝ち。左四つで出島が勝ちました。鋭い出島の当たり、そして左を差して構わず出ていきました。2連勝の朝赤龍、昨日は今場所初めてのがぶり寄りが出ました琴将棋。左が入りました。左四つ朝赤龍、左の下手、琴将棋も左の下手、琴将棋右から追っつけて右の上手を引いた。さあここからがぶっていきます。がぶったがぶった、寄り切り琴将棋、今場所初の連勝、3勝目です。3勝8敗、朝赤龍敗れて朝赤龍3勝8敗負け越しです。1敗を守って白鵬単独トップ変わりません。
これまで千代大会の15勝海王の25勝です。先場所は叩き込んで千代大会が勝ちました。捕まえました海王、右の上手、得意の右の上手を引きつけて海王引きつけて寄っていって寄り倒し、海王の勝ち。海王5勝目、5勝6敗。あと海王は横綱戦、それから栃東戦も残っているわけですが、これで幕内での勝ち星684勝。昨日勝ち越しを決めてカド番から解放され無心で臨む栃東。左四つに渡り合いました。攻めるのは栃鷹山、突き落とし、堂々とした相撲です。栃鷹山の勝ち。栃鷹山10勝2敗。いやー、思わず北の富士さんもうなってしまいましたが、どうですか。いや、全然こういう結果は、予想できなかったですよ。琴光喜はこの白鵬に2連勝中です。あっと左四つになりました。逆の左四つ、白鵬上手十分、右の上手巻き替えに来るところが出ました。緻密です。白鵬勝ちました。11勝1敗。いやー、中身の濃い、そして集中した相撲を見せました白鵬です。海王も右の上手に手が届けばチャンスが出てきます。足が取れない朝青龍、海王は右から抱えている。まだ海王もどうやら上手に届いていないか。内無双、そして右をこじ入れようという朝青龍、もろ差し狙い。左が硬い海王です。ちょっと朝青龍も慎重です。ここで出ました、勝機。朝青龍出ました。朝青龍勝って10勝2敗。海王敗れて5勝7敗となりました。そして朝青龍が勝った瞬間に勝ち残りの白鵬が花道を下がります。新小結得点空は横綱に2大関を破る大健闘です。突っ張った得点空、張り手、右からの張り手、ちょっと張り手にこだわっている、引いた、そこを出ていく、横につく、もろ差しだ、もろ差しになった、切り返し、時天空の勝ち。時天空7勝6敗高見盛り今日の勝ち越しはなりませんでした。かなり張り手で左頬を叩かれましたが、こちら時天空、勝った時天空、敗れた高見盛りと7勝6敗となりました。切り返して時天空の勝ち。場所ごとに自力をつけている豊馬賞、大関への再挑戦のためにも2桁の勝ち星が欲しい琴美月。左回し早い、寄り切り、琴美月を破って豊馬賞9勝目。見事な攻めでした。表情には見えないんだけれども硬くなっているような感じも受けますね。やっぱ合わさないかんですね、お互いね。
合いませんでしたが、当たりを受け止めて引きました。1敗を守って明日14日目横綱朝青龍との直接の対戦。この対戦は朝青龍の5連勝中です。朝青龍の攻め、押し出し、朝青龍の2敗を守りました。これで星一つの差で明日14日目。中盤から盛り返して昨日勝ち越し4連勝中。豊真将は昨日琴光戦得意の左回しを引いていい相撲を見せました。先手は天、出るのは豊真将、今日は押しだ、押し出しました。豊真将10勝目2桁に乗せました。過去2回は天の流れで天が2勝だったんですが、天が首をひねります。今場所はどんどん出てきた豊真将です。8勝、来場所関脇昇進が濃厚です。魁皇15日間解禁での負け越しとなるとおよそ3年半ぶりです。魁皇の左を殺そうという天の攻撃です。なんとか組み止めたい魁皇、引っ張り込んででもいいから捕まえたいところですが、左をこじ入れるか。魁皇には勝ち越しがかかっています。左足は俵にかかっている天、さあ魁皇の左が入るかどうか。いやここは天が嫌います。ちょうど1分です。さあなんとか右から小手投げ、魁皇勝って勝ち越し。いや大変な思いをしました今場所の魁皇ですが、右からの小手投げ、勝った瞬間の魁皇の表情にその今場所の苦しさが現れていました。魁皇勝ち越し8勝7敗。がっぷりと胸が合えば琴欧洲力を出します。過去白鵬の8勝、琴欧洲の4勝です。前回しはまだ取れない、回しはしかし与えていない白鵬ですが、回り込んですくい投げ、13勝目。さあこれで勝って結びの一番を待ちます。14日目、白鵬に勝って望みをつないだ朝青龍、敗れればカド番となる千代大海、その押しを朝青龍どうしのいでいくか。立ち合いの変化でした。これは驚きました。なんということでしょうか、朝青龍、これはもう客席もそれからおそらく日本中も驚いたと思います。右に飛びました、勝ちに行きました。
どよめきも起きています。ただいまの決まり手は肩組み、優勝決定戦です。朝青龍の勝ち。しましたが立ち合い上から押さえつけました。朝青龍苦笑い。1年前は優勝決定戦で朝青龍に負けました。今場所は立ち合いの変化に勝利を求めて優勝をつかみました。白鵬5場所ぶり2回目の幕内最高優勝です。北の海理事長から授与されました